はい、皆さんこんにちは、のぺんです。飲みながら野望申請やってきましょう。さあ、前回はこちら、豊臣秀吉との戦いが始まりました。で、豊臣の大軍勢をなんとか押し返しながら拠点を切り取って、現在停戦を結んだところでございます。で、停戦が30ヶ月でございますね。長い。さあ、ということで今回も頑張っていきましょう。よーし、やっていきまーす。さあ、ということでやっていきましょう。で、こっから30ヶ月しっかり内政をやっていきたいと思います。で、現在豊臣との戦力差はこんな感じですね。まあ、圧倒的に豊臣が強いわけでございますわ。いやー、頑張っていきましょう。俺たちには頑張るしかねえんだ。はい、武将の田村智明様ら10名が亡くなってしまいました。そうか。で、豊臣秀吉様が亡くなってしまいました。秀吉亡くなったか。ここまで来れば上出来かの。生涯夢のまた夢じゃったわ。いやー、お疲れ様でした。いや、本当に強かったからな、秀吉。で、現在、豊臣家の当主は、はい、秀頼でございますね。停戦まであと23ヶ月。で、こちら、はい、名所の発展、じゃあやっていきましょうか。鹿島神宮。よし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 、OK。これで、さらに、秀吉との戦い、あー、秀頼ね。秀頼との戦いが楽になるはずだ。で、相馬守田ね、病でございますね。いやー、こうなるよな。だって2年半も内戦してたんだもん。いや、停戦期間長すぎますわ。で、停戦が切れるまであと15日、もうすぐそこなんだね。いや、長いな。で、現在本拠地は烏山城に移しております。で、鹿島神宮も、発展してるし、万願寺今発展させるところ。で、足利学校も発展というところでございますね。できれば関東を抑えたいですね。よろしいです。はい、豊臣家と停戦期限切れでございます。くれぐれも注意してください。了解しました。ではでは、豊臣家攻めていきましょうか。で、島津はとっくに滅びておりますということで、じゃあ攻めていこうよ。じゃあ新田金山城攻めるか。いやー、で、向こう100万も出てくるんだ。恐ろしいな、お前ら。いや、どんだけ。白い、まあ、とりあえずこれで行ってみましょうか。では行きましょう。はい、さあ、豊臣家100万の兵など恐るるに足らず。さあ、どうする。んー、で、まずは一旦1万は待機ね。そう、焦るな焦るな。さあ、では合戦やっていきましょう。はい、お裏の戦い、相馬守田ね VS 徳川家康、行きましょう。相馬守田ね病を押しての出陣でございます。さあ、行きましょう。これも絶対勝つ。でも案外なんか前回よりもゴリゴリみたいなゴリ押しは来ないね。でも前回すごかったもんな。いきます。はい、回戦守備最低。まあ今回も、まあ、しっかり戦えばね、うん、勝てそうな気はする。さあ、いきましょう。頑張れ。さあ、まずは一番やりは、はい、大浦為信。一旦こっちの昆布は取らせよう。はい、お指図を頂戴したか。さあ、猫ですね。要所を取るぞ。さあ、まずはあえて取らせます。要所は我らが。さあ、で、どういうルートで来る。いやー、二手に分かれてきた。そう、一番厄介な。ご命令。じゃあこうやな。はい、ご命令の。で、とりあえずじゃあこっちの伊達政宗、じゃあこっち来てあげて。まあ他は大丈夫でしょう、多分。さあ、せやったナイス。じゃあこっち、はい。まあ、それか、まあ、挙撃してあげるかっていうところね。はい。敵を退けるぞ。さあ、頑張れ。いけいけ。いざ。さあ、お前たちならいける。この戦場に示せ。ちょっとこっちきつい、了解。はい。任せろ。いや、こっちもきついな。一旦下がるか。で、こっち行ってあげて。で、島津義久だ。もう義久、そんなに秀吉がいいですか。まあ、今秀吉様はねちょっとお亡くなりになっていますが。で、よし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 、ここは、はい、オッケー、ナイス。浮田秀家撃破、ナイス。じゃあさあね。で、そこにいるのはどうなった。
はい、天の時、いや、樋口兼次、ナイス、いいね、いいね、よしよしよし、いくぞ、ナイス、ナイス、ナイス。で、こっち、よし。で、伊達重田ね、ヒロ。え、重田ね、いるの？なんで、伊達マソンネはね、うちいるのに。なんで？じゃあ、こっち。で、こういってこうな。はい。で、こっち、ちょっと。痛い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 。で、秀家部隊壊滅。はいよ。佐藤、で下がっていいよ。はい、オッケー。で、問題はそうですね、ちょっとこっちきついんだよな。まあ、一旦下がろう。これは誰？加藤清正で、はいはい、オッケー。で、そこは、はい、オッケー。じゃあ、こっち行って、はい、で、こう、はい、影が休憩で、オーラための目標系、はい、で、こっち、はい。で、なんかやってる福島雅則。苦しき戦局を覆され。さあ、で、こちらですね。はい、独眼竜でございます。いや、でもこれで倒せんか。で、徳川家康、これ三河ソウルね。やばいやばい、コブが発動されてしまう。まずいまずいまずい。で、そこにいるのは日本語福島雅則だ。えぐいえぐい。じゃあ下がりなさい。オッケー。いや、ちょっと遅くなっちゃってる。こっちきっついな。いやいや、1万8000何をしてる。手伝いなさい。怒るよ。いかがしましょう。じゃあ一旦下がろう。はい、こうで、こっち、はいはい、下がって。オッケーオッケー、ナイスナイスナイス。ニーロタダモの撃破で、よしよし、ドガイアス撃破。コブコブ来たー。まずい。で、相馬紫撃破。わー、紫ちゃん。何事。で、ちょっとこっちきついんで、こういってこうやな。はい、オッケー。で、ちょっとこっちもきつい。はい、オッケー。で、長井直勝も撃破された。まずいよ。で、制圧された。クソ、えぐえぐ。ちょっと盛り返されちゃったね。まあ、ただ、部隊数と兵数はうちの方がまだ上。いや、兵数は向こうのが上なんだ。うわ、じゃあこうやな。はい、こう。で、1万はじゃあこっちちょっと応援来てもらっていいですかね。で、家久がいるんだ。3万2000。そう、3万2000。家久の1万、3万2000は脅威すぎる。で、まだ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 。オッケー。で、そっち大丈夫で、やっとコブが打てる。はい、コブね。はい、どうぞ。さあ、とりあえず休憩。さあ、いけるかな。で、こうしようか。はい。さあ、で、そこにいるのは、はい、この男。はい、天の時、樋口兼次だ。で、ちょっとこっちの2000、じゃあ国衆ちょっと手伝ってあげて。きっついなー。で、こうね。はい、オッケー。いいぞいいぞ。オッケーオッケー。で、ちょっとこっち下がるか。はい、800。いやー、ちょっとオーラための部カバーしてあげて。カバー、はい、こう。やばい、いっちゃらいっちゃらいっちゃらし、殺されるぞ。次の無勢されるぞ。それは敵の罠だ。下がれ下がれ。で、よし、伊達重真撃破。やばい、家久が来る。家久と絶対接触するな。殺されるぞ。こっち、はい。さあ、下がれ下がれ。要所は取られても構わん。で、こっち福島正則撃破。じゃあこっち、さあ、どう？オッケー。危ねえ。いや、怖い。家来た。オッケー。よし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 。さあ、少しずつ削っていこう。で、これで、はいはいはい、威風強が発生します。いや、うち金銭収支もきついからな。少しでもね、金銭収支上げなきゃ。さあ、拠点も取りまして。オッケーオッケー、いいよいいよ。ナイス、いいね。で、勢力目標、金山町を達成しました。パチパチ、やったー。さあ、こっからどんどん攻めていきましょうか。で、今ね、私ね、とんでもないことに気がついてしまった。今、相馬義種軍に、なんとこの男、島津義弘がいます。マジか。いつの間に投与してたんでしょうね。いや、素晴らしい。オッケーオッケー。じゃあ、義弘、うち、ちょっと、こっちの軍に来てほしいんですけど、じゃあ、そうだなー、でっかい拠点に来てほしいなー。ここ。じゃあ、ヨシヒロ来て。いや、頼むわ。頼りにしてるぞー。
で、豊臣55万が攻めてくるってさ、もうこんなんバカや。で、豊臣9万出してくるか。いやーやばい、豊臣家が本気を出してきた。そうですね、まあ一旦沼田落として、一旦沼田落とせ。オーケーオーケー、よし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 。さあまずは落としました。で、敵将捕獲で全員投与を。で、そうですね、まあどっか合戦ができればいいんだけどな。んで、さすがにちょっとこれは戦えないので、こちら停戦結んでいきましょう。いや秀頼様すいません、調子に乗りました、ごめんなさい。さあということで、また30ヶ月停戦するんでしょうか。あ、でも待って、あ、はいはいはい、あと16あれば停戦できる。しかも1年の停戦期間。いやーいいね、よかったよかった。じゃあこのお馬さんとかいかがでしょう。あ、よかった、秀頼様馬好きだった。オッケー、1年停戦です、よかったよかった。さあ体勢を立て直そう。で、今一気起きてる、やばいやばいね。よかった、でもね、1年で済んでよかったわ。まあ多分ね、モリタネは停戦が切れる頃にはなくなってしまうと思うが。で、侍大将の大石綱本様ら6名が亡くなってしまいました。で、殿亡くなってしまうよね。いや、お疲れ様でした、モリタネ。我が命を持ってしても天下には届かなんだが。いやー、でもよう頑張った。なんだって東北統一しますからね。で、次の大名は吉田に任せるか。よし、じゃあ吉田ね、頼んだよ。はい、オッケー。先代に代わりこの吉田ねが当家をお守りいたす。うん、頼んだぞ。で、穴沢さんも亡くなってしまった。いや、きついね。よろしいですか。はい、豊臣家と停戦が期日となりました。いや、1年はあっという間でございますわ。ではでは攻めていきましょう。さあ吉田ね、みんながお前を頼りにしている。さあ行きましょう。さあでは行きましょう、吉田ね、みんなを導くんだ。あなたをご分お祈り申し上げまする、菊姫ちゃん。旦那さんは、あ、影勝の奥さんなんだ。へえ、なるほど、勉強になりますね。さあ行くぞ、勝負だ。で、今年は豊作のようです。これはまあ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 両方ですね。いや、まあまあ、これは複雑。さあでは合戦やっていきましょう。はい、東馬の戦い、相馬義胤 VS 黒田上水、いきましょう。またお前か。さあ勝負だ、いくぞ。いやー、勘弁、マジで立ちふさがるね。さあ戦力は互角といったところ、了解。さあいきましょう、勝負だ、いきます。はい、回戦出品。まあ兵数は向こうの方が多いけど、部隊数ではうちの方が勝ってるので、なんとかね、舞台を細かく動かして、で、攻撃していきたいところでございます。いきましょう、勝てる勝てる、いくぞ。何すべきか。さあまずはそうですね、どうかご命令。さあな、じゃあコブ取ってもらって、はい、敵を攻めます。はいはい、で、一番槍は、はい、甘勝影持ちで、向こうは、あ、コブ軽視してる。あらあら、らしくない。さあで、こちら騎馬突撃いけ、片倉小十郎だ。じゃあ片倉小十郎のフォローも言ってあげて。で、ちょっとこっちも兵数欲しいな。右翼、はい、さあ頼んだぞ。さあで、はい、まずコブ取りました、ナイス。じゃあこで、8000はじゃあこいきましょうか。で、15000はちょっと待機しててほしいな。ちょっとね、敵の後ろの部隊がどう動くかわからん。このまま押し切れましょう。はい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 、いいですよ。さあみんな思い思いに動け。いや、そんなにそんなに思い思いに動かないで。で、ちょっとぎっついて。じゃあこう、はい、さあ大丈夫。じゃあ4000はじゃあこっち行ってあげて。で、こっちには伊達重忠だ。いやー、伊達政宗ね、うちにいるからこっち来ない。で、こっちもこう行って、じゃあ15000をじゃあこっち向かわせよう。はい、で、義久が動きそうで、こう下がる、下がれる、あ、こっちか。はい、オッケー、いいよ。さあ勘弁を潰せ。さあで、これは、いやー、勘弁だ。はい、水の如し、いや、こなしちゃってる。はいはい、だが大丈夫、機械はいる。
で、そこにいるの誰？いいの赤鬼。いいな、大政。お前生きてたのか。いててんてててて。で、こっちも、はい、じゃあ下がって、はいよ。で、次は誰？ゲースの、いやー、大谷を継ぐだ。強いやつばっかじゃねえか。どうか、ご命令。で、こっちよし、東堂高虎撤退。で、いや、こっち、吉井さん行ってる。じゃあその吉井さんをじゃあ後ろから潰そう。来たー、コブ。さあみんな元気を、元気を出して。俺たちがついている。さあ頑張れ頑張れ。で、こんなんきついな。で、東堂高虎撤退。オッケー、いいよいいよ。まあなんとかね、鹿島神宮の恩恵もあって、ね、勝っては勝ってるから、勝つというか四季で分かってるからね。やばいな、実況が追いつかねえ。さあ行きましょう。あー、お前は行くなよ。お前は行っちゃダメ、疲れてるでしょ。では、きっつい、挟まれている。助けてあげて。で、こっちは、いや、お前か。いや、トンボ切り。いやー、触っちゃ いかんやつに触っちゃった。で、手当たりです。オッケー。で、こっち行こう。オッケー、いいよいいよ。さあ、榊原康政を潰すんだ。で、ちょっとこっち下がる。いや、めちゃくちゃ削ってるよ。7000ぐらいいっとるよ。さあ、で、こっちでですね、入ってんの時、はい。で、こっち潰した。オッケー、榊原康政撃破。やば。やっぱこの男やばいな。じゃあ、こっち。はい。で、北条氏政下がって、で、こう。オッケー、いいよいいよ。で、九戸実親やられたか。しょうがない、しょうがない。さあ、どうする。で、じゃあ、吉井さん、ちょっと、そこで、控えてて。はい、OK。で、そこ、壊滅。ナイス。で、じゃあ、こう行きましょうか。はい。敵を撃退するぞ。さあ、いけるか。さあ、やられた。で、誰か撃ち取られた。クッソ。なんてことだ。で、本田忠勝行ってる。助けて。で、よしよし、いいな、おまさ撃破。オッケー。さあ、何度か、ちょっとカバー行ってあげて。いや、本田忠勝やばいわ。この男やばい。やばいとは知っているけど、思ってた以上にやばい。いいよ。さあ、いいな、おまさ撃破。もう、なんだったらもう、打ち首にしてしまえ。で、伊達重太ね、撃破。オッケー。で、抜けてるよ。抜けてますよ。で、こっち、よし、黒田ドア、除水撃破。で、せやつ、オッケー。よーし、ナイスー。よし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 。オッケー、でかい。さあ、これで、ツツジヶ崎館と、あと、小田原城か。そこが取れれば、もっとでかい。さあ、吉田で初めての威風。で、これは、お、つつじが先館を取った。で、はいはい、小田原城も取ったね。ナイス、でかい。ここはね、もう2万とか3万とか兵数がいますからね。これはでかいわ。ナイスナイス、よくやったよくやった。さあ、ということで今回はここまでにしましょうか。はーい、ご視聴ありがとうございました。次回をお楽しみに。よろしければチャンネル登録、高評価お願いします。ベテでした。さよならー。